こんにちは、心の書道教室の犬飛びです。今日も引き続きオンライン教室の進捗状況をお話ししたいと思います。今回はツイッターでいつも仲良くさせてもらってますゆっちゃんというイラストレーターさんにオリジナルイラストを依頼しました。この話を深掘りしてお話ししたいと思います。それでは漢字を書いていきます。今日の漢字は頼るです。漢字の成り立ちは貝と刺すという字、連なるの意味ですね。金品を袋に閉じ込める形と金銭を貸し借りすることで他人に責任をなすりつけるということから頼むとか頼るの意味になりました。今日はこの頼るという字から人に仕事を依頼するという話をしたいと思います。犬飛び書道教室のホームページを作っていて感じたのは、他の教室と差別化できてるかなと思ったんですよね。書道教室なんてたくさんあるから、どこがどこのでとかさ、名前がすぐ浮かばないじゃないですか。あのホームページの印象は残ったとしても名前が浮かばない、ね、あれどこの教室だったかなって後から調べようと思っても、たくさん調べた後、あこれだったみたいなのが意外とインパクトがないって私は感じたんですよね。結構みんなこう先生の名前の教室だったり、ほぼほぼ漢字なんで、まあ、そこで犬飛びとひらがなはまあいいとしても、実際その目で見るインパクトには欠けるかなと思ったんですよ。やっぱもう漢字を書いている姿とか、あシャドウをしている姿ですねとか、あと子供たちがいる教室にいる姿とか、その先生が実際にね書かれてる姿とか作品とか、まあそんな感じじゃないですか。まあ、それはそれで素敵なんですけど、私はもうちょっとあのしかもオンラインもしたかったので、なんかねパンと見て「犬飛びさん」って分かるのでね、こう瞬間のインパクトが欲しかったというか、それでイラストお願いしたんです、ゆっちゃんに。このゆっちゃんは今ここの裏で、イラストを描かれています。で普段はツイッターで6歳の娘さんと2歳の息子さんのお父さんというそのキャラクターで4コマ漫画をね公開されてるんですよ。この漫画がね私大好きで、もう日々癒されているんですけども、なんと言いますかね、もう子育て世代、世の中の子育て世代を悶絶させ続けている方と言っても過言じゃないかなと思っています。もうたまにこの可愛いおちびさんたちがシュールなことをするのも好きで、まあ、でも基本書かれている4コマ漫画に、それうちの子もやるやるやるわ、わかるわというか、こう共感できる内容でもあるんですよね。イラストを見てもらうとわかるんですけど、めちゃくちゃねほんわかしたイラスト描くんですよね。ほっこり、もう誰が見てもほっこり、そんな感じで、しかも白と黒で表現されてるので、とっても書道と相性がいいなと感じたんですよ。まあ、こんな感じで多くの方に支持をされているゆっちゃんなんですけども、彼と接すると分かることなんですけども、なんだかね無性に応援してあげたいという人物なんですよね。そのねお父さん目線で、ゆっちゃんお父さん目線で繰り出されている4コマ漫画の、ね、愛情が詰まってる感が半端ないんですよね。さらっと描いているように見えるんですけど、子供に全力でね愛情を注いでいる人でないとあれは描けないと思ってます。もうね微妙な子供の成長を捉えてしっかり作品にするといった感じですかね。もうぜひ一回見ていただきたいです。あの後で備考欄に載せておきますので、ぜひね一回アクセスしてみてください。で、このゆっちゃんはね誰に対してもそうなんです。子供だけじゃなくて、なんかね愛情の塊のような
男だと思ってまして、勝手にね、一緒に仕事するときっと癒されるだろうなと思って依頼したというか、こんなことは普通ではありえない状況ですよね。本当にそれは思います。で、私たちフォロワーね、ツイッターのフォロワーとかココナラのフォロワーとかも、どうにかしてゆっちゃんに頑張れを伝えたいとなって、まあ、これがね、自然とフォロワー数を伸ばしている結果でもあるんですけども、これはもうファン心理ですよね。いわゆるファン心理、まあ、イラストでも曲とかでも何でもそうなんですけども、結構無料で手に入る世の中になってきました。でもそこで誰かを応援したいのであれば、その人に何かをしてあげたいとなりますよね。だから、その例えばアイドルのファンの子たちとかはアイドルグッズめちゃくちゃ買いまくりますよね。その何であんだけお金をかけたりするのかっていうと、結局はただの T シャツ、ただの T シャツに、まあ、そのアイドルグループとかのね、まあ、デザインが載ってるだけで機能性は変わらないのに、わざわざそれをね、多分原価が1000円とかそういったものでも、まあ、3000円5000円とか出しても買うじゃないですか。でも彼女たち、彼らたちもそれを知らないことはなくて、分かっててわざわざお金を出して買うんですよ。もうこれはもう応援したいの気持ちがあるからですよね。で、この応援したいという気持ちは感謝にも似ているなと思ってまして、誰かにその感情を与えると自分もね、気分が良くなるんですよ。もう相乗効果があるスペシャルな感情が、この応援したいとかだったり感謝したいとかだったりするわけで、でこの感情に私は従って今まで生きてきたんですけども、これで損をしたという覚えが一つもないんです。だから自分に湧いた感謝だったり応援したいという気持ちに素直にね、行動すると必ずいいことが起こるわけで、だからもうむしろ従った方がいいわけなんですよね。世界一のことをやっていなくても、日本一でなくても頑張っている人を見ると自然と応援したくなるもんじゃないですか。ということは、逆に自分がすごい頑張ってれば、いつかね、誰かが必ず応援してくれると思うんですよ。人ってやっぱりね、一生懸命な人にとても惹かれるものだと思うんですよね。こうやってね、お互い与えられたものをね、お互いが感謝して応援して、世の中ってビジネスが回ってるんだなと今回の件でまたぼんやり考えていたわけなんですよ。だからもう自分もオンライン教室を立ち上げることで必死に頑張ってれば、いつかね、誰かにね、応援してもらえるんじゃないかなと思った次第でございます。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。今日の漢字は頼るという字でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。犬飛でした。